日本鹿児島県鹿児島市希望家級、超希望家屋課長は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は891-0107。人口は587人、世帯数は298世帯。希望家級町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市南部に位置し、市営団地を中心とした住宅街である。東谷山に接する、第地条にある。 町域の北方から東方にかけて、東谷山、南方は、西は、西方から北方にかけては、自由が丘に接している。町域の北方に中山バイパスが通り、付近にロードサイド店が多くある。また、谷山市街地にも近いため便利である。最寄り駅は、鹿児島市電谷山線、谷山電停である。1990年2月13日に上福本町。 および中山町の各一部にあたる希望が丘、自由が丘団地地区において、住居表示が実施されるのに伴い、町域の再編が行われた。これに伴い、希望が丘団地の区域にあたる中山町及び、上福本町の一部より分割され、希望気球町として設置された。また、同時に、希望気球町の全域で、住居表示が実施された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。